はい、みなさん、こんにちは。はい。ガッチャーンが来たよ。ガッチャーン。そう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 、アタッシュカリバーとガッチャーンが来たよ。今回はデラックスプログライズホッパーブレードアーテクジを作りました。イエーイ。打ちすぎ打ちすぎ打ちすぎ。ということで、もちろんね、一等はこちらのデラックスプログライズホッパーブレードになります。なんかちょっとね、アタッシュカリバーと合体させるとね、色的になんか違和感はあるんですけど、合体するの楽しみですね。そして2345678910はですね、こちらの仮面ライダー特撮ヒーローズボリューム4を用意しました。どんなラインナップがあるのかな。ラインナップがね、全15種類でシークレットが1種類ついてるみたいなので、ちょっとね、シークレット出てくるのか楽しみですね。楽しみだね。はい。今回の抽選方法はこちらのメタルホッパーのね、くじをめくってってもらいます。うん、ハルク聞いてくれてる？はい。本当に言った。うん、当たり番号と一緒の番号が出たら大当たりだからね。うん、それじゃあ今回は1回200円。うん、今回1回200円もらいます。はい。それでは何回しますか？おお、またまた2000円。10回引くの？はい。ありがとう。それじゃあ早速始めていきましょう。うん、1枚目めくってください。はい。どれめくる？ここ、そこ。おお、7番おめでとう。この2つを取ってください。てっちょ、何が出てくるか開けてみようか。うん、ちゃんとね、箱の横にもね、ラインナップ書いてありますね。うん、何が出てくるかなぁ。あ、アマゾンだ。1個目はね、仮面ライダーアマゾンが出てきました。すごいね、これは塗装をちゃんとしてるね、後ろまで。ハルくんは何が出てきた？見せて。ハルくんの方からはね、アポロガイストが出てきました。こんな感じですね。ハルくん好きそうだね、アポロガイスト。好き？これ気持ちいい。そうでもない。うん、それじゃあ2枚目めくってください。はーい。ちょそこ。おー、3番おめでとう。うん、すごい。いいち、うん、開けてもいい？次は何が出てくるかな。よいしょ、誰が出てくるかな。フォースエルフェノクかな、これ。パパの方からはフォースエルフェノクが出てきました。なんかかっこいい。ハルクの方はディケードがね、出てきました。こんな感じでね、かっこいい。それじゃあ3枚目、めくってください。おーい。チュ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 。ここ、そこ。はずれー、残念。4枚目、めくってください。そこ。お、9番おめでとう。あ、ここ。それだね。うん。いやいや。次は何かな。なんだなんだなんだこれ。ちょっと出してみましょう。やっぱりー。パパの方からはね、仮面ライダーカイザーが出てきました。後ろはね、こんな感じです。ハルクの方からは仮面ライダーバロンが出てきました。バロンもいいね、なんか。それでは5枚目めくって。ちょ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 。お、2番おめでとう。肝心な1番出てこないね。うん、あ、買った。パパの方からは何が出てくるかな。あ、あ、これガイムだね、完全に。はい。おい、もうガイムめちゃめちゃかっこいいじゃん。どうしたんこれ。後ろはね、こんな感じです。ハルくんはね、ドライブが出てきました。後ろはね、こんな感じになってます。いいじゃん、ドライブもね。それでは6枚目めくってください。うん、ちょ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 、こうこう。8番。すごい、ハルくん意外に当てるね。
やったね、楽しみだね、なんかキッファイズが出てくるかな、そろそろ出てくるかな。あ、出てきたファイズでしょ、これついに。ちゃちゃちゃーん、やっぱりアクセルフォームだ。パパの方からはね、仮面ライダーファイズアクセルフォームが出てきました。白はね、こんな感じですね。ハルクの方からはディエンドが出てきました。マスクのところがちょっといびつですね、ディエンド。やっぱり作るのが難しかったのかな、ディエンドは。それじゃあハルク7枚目めくってください。はずれー残念です。8枚目めくってください。はい、ちゃ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 。おー、4番おめでとう。さあ、何が出てくるかな。シークレット出てこないね、やっぱり、ね、何かな。じゃ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 ーん、ファイズがね、また出てきました。後ろはね、こんな感じになってます。いいね、やっぱファイズかっこいい。はい、ハルくんの方からは仮面ライダーアビスが出てきました。後ろはね、こんな感じになってます。それじゃあハルくん9枚目めくってください。はい、頑張れー。あー、出たー、おめでとう。はい、それじゃあ1番持ってって。やったね、ハルくん。てっちょー。それじゃあね、ハルくん、はいはい、それじゃあ、はいはい、それじゃあ10枚目めくってください。そこ、おお、5番おめでとう。うん、5番取ってきて。ここいいよ。出てきてないのは何なんだろうね。おお、これはドライブだね、これ。仮面ライダーパパの方からは仮面ライダードライブタイプテクニックが出てきました。ハルくんもね、仮面ライダードライブが出てきました。タイプワイルドですね。すごい、するの。はい、じゃあお金ください。はい、ありがとう。ハルくん太っ腹だね、ハルくんは。もうね、好きなところめくってください。そこ、あ、6番、すごい。ハルくん一発で当てた。めちゃめちゃすごい。パパ800円お釣り返さんといけんなったじゃん。残念。それじゃね、最後だね、開けてみましょう。仮面ライダー X がまだ出てきてない。これ X じゃない。あ、やっぱり出てきた、仮面ライダー X が。ハルクシークレットじゃない、それ。銃持っとる。うん、ほんまに。え、いいよ、いい。最後ね、ドラマティックな展開になりました。まずね、パパが出てきたのが仮面ライダー X が出てきました。そしてなんとハルくん最後の最後でシークレットが出てきました。仮面ライダードライブのマシンチェーサーですね。すごいね、コンプリートしたね。うん、完全コンプリートじゃん。ということでね、仮面ライダー特撮ヒーローズボリューム4を開封したんですけど、見事にね、コンプリートしました。まさかの最後の最後でね、ハルくんシークレットを出すなんてね、めっちゃね、良かったと思います。はい、お待たせしました、ハルくん。うん、ついにプログレスホッパーブレード開封して合体させてみよう。はいはい、ガッチョーン。ガッチョーン、できるかな。出てきたね、ハルくん。剣出てきたね。いいね、電池も入ってるのがいいよね。いや、かっこいい、めちゃめちゃいいじゃん。おお、ドッキングしたよ、ハルくん。強そう、めちゃめちゃ強そう。デラックスプログライズホッパーブレード開封しました。予想以上に合体したらかっこよかったね。それじゃあね、ちょっと音声聞いてみましょう。1、2、3、4、5。
あ、これが大気音なんだね。そしてここでトリガーを引く。今のがプログレージングストラッシュなんだね。次はデラックスメタルクラスターホッパープログレージキーと連動してスキャン必殺技を使っていきます。まずね、ヒデン01ドライバーにメタルクラスターホッパープログレージキーを挿したまま、こちらのねホッパーブレードをスキャンします。するとスキャン必殺技が使えるみたいなので、ちょっとやってみましょう。まずはねホッパーブレードをスキャン、そしてここでねトリガーを引いて必殺技を使います。次はアタッシュカリバーと連動して合体必殺技を使っていきます。これをね合体さすんだね。ハル君やってみる？ハル君がやる？いいよ。ドッキングライズしたらトリガーを引いてください。いい？いいよ。今のがギガントストラッシュになりますね。おお、今のがアルティメットストラッシュになります。めちゃめちゃかっこいいじゃん。オーソライズバスターとかさい、うっちゃ、入らんの？入らんの？うん、入らんのんだ。合体できんのんだね。合体できんの？うん。あ、できんのだ。アタッシュショットガンとはドッキングするんだね。ドッキングライト。ギガンスラッシュ。これでもいいんだね。あ、そう、そうやってドッキングさせないといけないね。ドッキングライト。あ、アタッシュアローでもかっこええね。こんな感じでね、今回はデラックスプログライズホッパーブレードアテクジャを作って遊んでみました。皆さんもね、ぜひもう発売されてますのでね、合体させて遊んでみてください。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。はい。Ha ha ha!